3100ね。3キロ。3キロ。ちょっと。で、この子も。ご飯は、ご飯はちゃんと食べてる。朝ごはんは食べた。朝ごはん食べました。この子は1日何回食べる？2回です。2回。はい。気分が悪いと食べません。食べないです。1日も。栄養状態いい、いい感じですね。はい。若干ちょっとポチャとしてます。でもまあこれぐらいなら許容範囲です。ちょっと最近あんまり外出しちゃいけないかなと思ってコロナで。ああ、散歩もなかなか行きづらいですよね。ですね。だから私たちも出ないので余計。うん、そうですね。ってみますか。そうなんですね。綺麗だね。歯磨きがもう凝るんですね。ちょっとこれは。ちょっと臭いんですよ。どうしても噛みつかれるんですよ。これね、匂う子はね、歯周病があるんですよ。がんだったりしますかね。まあ、がんにはならないけど、歯周病ってことはさ、歯肉炎とか歯周炎、はい、で、だんだんあの歯が溶け、歯の歯を支えてる歯槽骨が溶けてっちゃうんですよね。すっごい勢いで噛まれるんですよ、歯磨きやってやると。そうなんだ。怖い。でも、あの美容行くときに一緒にやってもらってるんですけど、あとなんかこういうブルーと白のデコっぽいこのスティックになるでしょ、歯磨きで噛ませて。どんなぐらい。この子は何歳なの。34年、うん、この3月で何歳になったんですか、はい、今令和2年だから、これがいくつだったっけ。平成24年だから8歳。7歳。今平成で数えると32になるから。32、ね、ということは8歳だね。うん、そうですね。2012年の3月8歳になったっけ。長身するとね、この子もさっきの子に似てるんだけど、呼吸の音は正常、はい、ただ心臓の音が、ほんのちょっとだけ収縮規制心雑音で心臓の音雑音があります、で、トイプードル多いんです。あ、そうですか。トイプードル、小型犬にね。すごいね。泣くと思ってるんでしょうね。白は目立ちゃうよね。白はちょっと。おこりん坊なんですよ。はい、じゃあ狂犬病の予防注射ね。はい。しますね。印象項目のさ、ちっちゃい。ダメ、厳しく厳しく私たちだとやっぱ甘えるからダメだね。そうですね。この子もちょっと歯磨き一回チャレンジしてみます、ね、はい、どこまでやらせてくれるか。ダメ。お父さん、エイコ先生、エイコ先生、はい、ごめんね、注射するよ。注射するよ。チクッとするけど偉いね。終わっちゃった。ああ、先生だからだわ。私たちだと。もちろん全然無理なの。もう噛みつきますもん、すごい勢いで。ガバガバって。歯ブラシとあれは取って買ってあるのに。すごい勢いで。わかりました。はい、オッケー。じゃあね、ちょっとお二人ともここに座って、ワンちゃん抱っこしながらこちらに入って座ってください。ちょっと、デンタルケアの話をちょっとしたい。はい。一回止めるね。